きますね。はい、眠くなりましたかね。丸くなりやすいんですよね。顔が出てしまうっていう、もう癖なんですよね。はい、体にそういうもう癖がついちゃってるので、でもまあ続けてやってれば良くなっていくので、うん、はい、やっぱ見ると映画とか見てて、はい、1年前の方がやっぱ悪いなって。ああ、そうですね。でも確かに今の方が姿勢良くなってますよね。そうなんです。そう思います、うん、当時のと比べるとやっぱ丸すぎだろうみたいな、ね、おばあちゃんみたいな、ちっちゃいおばあちゃんみたいな。そうそう、ちょっとやっぱあの もっと明らかにこう足とかもね、こう左右差が激しかったんですけど、うん、今日なんか最初もそこまでひどくなかったから、うん、そうですね。そうそうです。私にしてはちょっとずつ良くなってるです、良くなってるです。でも意識もね変わってるんですよね。やっぱこうリラクエ来ようとかって、うん、自分でこうねあのするようにされてるし、うん、多分ない人にとってはやっぱり全然体に対してね、うん、意識もないですからね、うんうん、はい、じゃあそれで。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ご気分いかがですか。あ、でもあの、うん、腕の付け根ずっと痛かったんですけど、その痛みが取れました、はい、普通にしてる時に。あ、何もしてなくても痛かったのが、そう、なんか痛かったんですけど、今だと痛くない。そうですね、多分触った感じでもさっきのね、あの、うん、右の脇のところ痛かったのですけど、うん、ここですよね、柔らぎましたね。柔らぎましたよね、だいぶ、はい、多分こう上げてこうされるのがすごい辛かったんですけど、うん、今まあだいぶもう軽いですよね、はい、多分、はい、そんなに抵抗もなくなってるので、うん、肩が多分そういうのがあるとかばおうとするというか、うん、無意識に痛いとことか悪いところってこわばるようになってるので、うん、それでまあそれもあって疲れるとか、うん、寝つけないとか、うん、リラックスできないっていうことがあったと思うんですけど、うん、まあ今だと多分その辺がかなり改善したので、はいはい、今日は多分、ね、寝つきも良くなってるかと思います。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。お腹はすごい熱かったようですけど、今は落ち着いてきましたかね。落ち着きました、はい、結構お腹あったかいとね、気持ちもこういう、うん、あの落ち着くというか。そうですね、はい、なんか、うん、15歳ぐらいの時からリラクエ通ってればちょっと変わっただろうなんか人生違ってただろうなって気がしますちょっと来んの遅かったそうですねもうちょっとあの早い時期からね、体に関心があったりケアをしていれば。そうなんですよ ね、まあ、ね、運動も苦手ですしね、嫌いですし ね、 そ、 うですね、その辺もしょうがないですけどね、出来上がっちゃって性格すら変わってると思うんです。あー、でもそうですよね。そう、体辛いとどうしてもこう周りにも優しくできないっていうか、そう、嫌なやつになるんですよひねくれますよね。そう、悪ければ悪いほど嫌なやつになる、うん、確かに確かに、なんかどうしてもね、こう被害者意識というか、うん、やっぱり人に優しくしようとか、うん、気持ちが薄れますよね、辛いとね誰でもいいから肩揉んでくれみたいな。あ、そうそう、なんかやってもらいたいになっちゃいますもんね。自分がやってあげようっていうのはある程度元気ないとね、できないですよね。わかります、わかります。そうなんですよね、時々なんか男性に肩揉んでよとか言われると、はぁとか思って、ね、お前よりも私の方が辛いからっていう、お前が多いよとか言っちゃうもんね。そうですよね、うん、そりゃそうですよね、わかるわかる。可愛い優しい女の子っていうのは、うん、ある程度元気じゃないと成立しないですよね。そうですね、うん、そうだと思う。そう思った今日。そうですね、でもやっぱこう やった後のがこう笑顔も増えるし、はい、そうですね、うん、なんかこうやっぱ、はい、前もね、人に優しくできるみたいで言ってましたけど、はい、確かに違ってきますよね。いや、本当変わりますね、うん、気分が変わるのも大事ですよね。
疲れさまでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。